トラルパンはメキシコシティを構成する16の管轄区域の一つ。最大の面積を持ち、その80%以上は森林他の生態学的に要注意な地域として保護されているが、北部は20世紀半ばから都市化している。保護された森林はメキシコ盆地に酸素を供給し、耐水層としてメキシコシティの水の70%がこの地に発している。 山の多い孤立した場所にあるために、非合法の伐採者、薬物の密売人、人身売買者を引きつけている。最大の問題は、保護区内の不法な家庭や集落で、主に非常に貧乏な人々が住んでいる。2010年現在、政府は191のそうした集落を認識しており、これらは樹木の消失、スプロール現象の進展、 および地域によっては腐敗層による生態学的な問題を引き起こしている。区域内にはメキシコボンチサイコの遺跡の一つであるクイクイルコ、いくつかの主要な公園や生態保護区がある。多くの反独立的なプエブロが存在し、ソスワイコストンブレスの名で知られる慣習法に基づく限定的な自治がなされている。アフスコ山脈トラルパンは16の管轄区域のうちで、 面積が最大であり、伝統的なトラルパン村よりもずっと広い。面積は310平方キロメートルで、メキシコシティの20.6%を占める。メキシコシティの南端に位置し、マグダレナ・コントレラス、アルバロ・オブレゴン、コヨアカン、ソッチミルコ、ミルパールタに接する。南部はモレロス州、南西部はメヒコ州と境をなす。トラルパンは、メキシコシティを メヒコ州及びモレロス州と分ける山地に位置する。南部のチチナウチン山脈及びアフスコ山脈にはメキシコシティに残る森林の大部分が保護されている。この地には標高3000メートルを超える15の山があり、クルスデルマルケスとピコ、デルアギラが最も高い。2010年の人口は65万567人である。行政の上で、 トラルパンは5つの地域に分けられている。これらはさらにいくつかの地区に開区分されるが、プエブロスルラレス地域のみは8つの半独立的な村から構成される。北部のトラルパン中央、ビジャ・コアパパディエルナ・ミゲル・イダルゴは都市化されており、スプロール現象が到達しているが、南部は今も田園地帯である。都市化された地域は全体の約15%を占めるに過ぎず、 残りは保護されているか、エヒドに属する。プエブロスルラレスが面積は最大だが、人口の83%まではそれ以外の4つの地区に集中している。プエブロスルラレス地域のプエブロでは、村の古い統治構造を現代において追認したソスワイコストンブレスによってその地の大部分の事柄が収められており、その多くはある種の直接民主制の形をとっている。 これは、ビジャコアパのような他の地域で、ほとんどの決定が代表によってなされるのと、対照的である。土地が険しく、道路が整備されておらず、警察による保護もほとんどないため、これらの村は孤立している。このためこの地域は、麻薬の密売人、人身売買者、違法伐採者にとって、魅力的な地となっており、多くの殺人事件が起きている。 メキコ州との境をなす高い山の峰は犯罪組織にとって見張り台の役割を果たす。トラルパンは犯罪行為の多さで9位に位置している。最大の問題は非合法の集落であり、森林その他に191の集落があって8000、ほどの家族が使用していると推定されている。これらの集落のいくつかは作られて20年以上経っている。 その大部分は貧困層のスラムであり、ほとんど公共サービスが存在しない。2010年現在、トラールパンの83.5%が公式に保護地区に指定されている。しかし、非合法の集落と伐採によってこの比率が下がりつつ、ある。森林は、メキシコシティにとって酸素を供給するだけでなく、耐水層としても重要である。 メキシコシティの450の井戸のうち120がトラルパンにあり、各井戸から毎秒60リットルの水を供給している。しかしトラルパン自身で水不足は比較的よく起き、主に井戸、掘削の道具、水道管網の不足による。クイクイルコ遺跡の円形ピラミッドクイクイルコ遺跡はメキシコ高原における最初の大規模な採取センターであり、 アメリカ州で最も古いものの一つで、紀元前1000年に遡る。近くのシトレ火山の噴火によって破壊され、人々はメキシコ盆地の他の地域に移住した。この噴火でメキシコ盆地南部の多くを覆う、ペドレガレス、デルスルと呼ばれる赤い岩礁がトラルパンの一部を覆っている。クイクイルコの近くに1968年、メキシコシティオリンピックの選手村として、 ビジャオリンピカとビジャコアッパが建設され、オリンピック後も住宅に転換して使用された。ビジャオリンピカにはスポーツ施設も建設され、現在は1日2500人の利用者がある。この地域にはまた人口のビーチもあるが、ピーク時の水質に大きな問題がある。クイクイルコのすぐ外側にオリン、よりストリ文化センターがある。テーマパークのシックスフラッグスメキシコはトラルパンにある。 クイクイルコ遺跡はメキシコ盆地で最初の人口集中地であり、紀元前1000年頃に遡る。遺跡には通常と異なった丸いピラミッドがあり、この地の火山をかたどったものと考えられている。西暦100年頃シトレ火山の爆発によって、クイクイルコは滅びた。600年後、この噴火による火山の豊富な土壌によって、 農業と人口の増大が再び始まったが、大きな都市国家に発展することはなく、15世紀にはテノチティトランのアステカの支配下に入った。スペイン人による植民地時代、アウグスティノスが守護聖人とされ、その名による教区教会が16世紀にドミニコ会によって建設された。1645年にトラルパンの村はサンアグスティンでラスクエバスと改名された。 クエバスとは洞窟を意味し、シトレ火山の噴火によって形成された多数の洞窟があったためにそう呼ばれた。植民地時代を通じて、トラルパンの村は果樹園と森林で知られる農村だった。森林はまた、メキシコシティの浮遊者層を引きつけた。彼らエリートは郊外の別荘とアシエンダを作り、それがこの地域の経済的基盤になった。メキシコ独立革命後、 1824年の憲法でメキシコシティ連邦区が成立したが、トラールパンはメキシコシティを囲むメヒコ州の一部であり、1837年からはその州都になり、1855年にトラールパンが連邦区に組み込まれるまでその状態が続いた。米北戦争中の1847年に小岩館へ向かう途中のアメリカ軍と、 メキシコ軍の間でチュルブスコの戦いが起きた。戦後、アントニオ・ロッペス・デ・サンタ、アナ大統領は防衛のためにトラールパンの南まで連邦奥を拡張した。フランスによる介入によって、再び外国の軍隊がこの地を通過し、侵略に反対する村人は中央広場の木に吊るされた。19世紀末には工業化が起きた。19世紀末から20世紀初めに、 製紙工場を含む多数の工場が建てられた。しかし村そのものにはあまり変化がなかった。メキシコ革命の戦闘がここで起きたことはなかったが、トラルパンでのエミリアーノ・サパタとフランシスコ・ビジャの歴史的な会議のためにサパタ派の軍がこの地を通過した。1928年にトラルパン区が成立した。当時トラルパンは変地であり、中央のメキシコシティからの影響はほとんどなかった。 北端にシトレ火山の古い溶岩が固まったペドレガルと呼ばれる一帯があり、このために20世紀半ばになるまで開発が不可能だった。ルイス・バラガンによるペドレガルの住宅地下とマリオ・パーニによる大学都市の建設によって南部の開発が始まった。20世紀半ばにメキシコシティからのスプロール現象がトラールパン中央に達した。ありがとうございます。